どんちゃりおっす。今日なんですけどもね、ゆうき橋本のセカンドかな、はい、2回目のデリバリーございましたので、ご紹介していきたいかなというふうに思います。今回もですね、結構ねボリューム、あります。ボリュームありますんで、ちょっと2つに分けます。アウター編とトップス編という形で、分けようと思って、今回はアウター編でございますから、概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひ合わせてちょっとご覧いただきたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、今回ご紹介するアウトは、2型ですね。でこっちは1型2色っていう感じ、色違いっていう形でございます。はい、まず1型目パパパ、まあちょっとこれはね、モードっぽい感じの、まあ形としてはチェスターコートになるのかなと思いますけども、特徴的なデザインがたくさんあります。まあまずポケットとね、あと袖のところとか、あらゆるところに至るところに、ポイントとして使われているこのレザーの、まあ、切り替えの感じ。はい、まあ後で着てご紹介しますけども、非常にかっこいいですね。かっこいいコートです。黒でビシッと決まるような形でございます。で、なおかつ、まあ、素材感で言っても一番冬っぽいかなと思います。うん、ちょっと素材も感が、冬向けというか、ソフトなウールと、まあ、カシミヤですかの、ミックスの生地となっておりますから、はい、そんな感じでございますね。はい、そして、こちらがですね、一型で、色違いでございます。ボンディングのコートになります。ボンディングのコートになります。はい、皆さん、どっかで見たことあるんだと思いませんか、この色生地。はい、こちらがですね、前回かな、セットアップでご紹介しましたあちらの、生地と同じです。同じです。ただ生地感は異なります。なぜならこれは、ボンディングだからです。ボンディング、つまり裏にですね、生地を貼り付けてますから、ちょっとね、生地が違います。質感が、前回のセットアップの時はよりちょっとこう、まあ、スーツ地っぽい感じのソフトな、どちらかというとソフトな感じだったんですけど、こっちの方がちょっと、ボンディングでございますから、ちょっとベコッとするっていう感じ、生地に張りが出てます。で、まあいろいろポイントあるんでね、まあ後で、ご紹介してみますけども、着てまあいろいろあります。はい、それが、こちらの、お色と、はい、あと新色でございます、イエロー。はい、こちらも、両方ヘリンボーンの生地になってます。珍しくないですか、このカラーリング。まあ、両方そうですけど、両方、この、カラーリングで、ヘリンボーンという生地で。なかなか珍しいかな、色使い的にも。はい。ちょっとなんだろうな、イエローなんですけど、ゴールドに近いかなとか、なんとなく思いますけど、遠目に見ると。ちょっとね、特徴的な、カラーリングかなというふうに思います。はい、じゃあまあそんな感じでね、つべこべ言わず、じゃあ早速着ていこうかなと思います。こちらから着ていきます。はい、着てみました。もう似合っちゃうな、似合ってまいりますね、僕。はい、非常に似合ってしまって困ってるんですけども、最初に言います。こちらサイズ44で、お値段10万3000円という形になってます。はい、こんな感じですね。まあコートです。でまあ、シルエット的なことを言うとですね、丈はちょい長めかな、ちょい長めっていう感じかなってございます。で、身幅がちょい広めかなっていう、うん、ちょっと広め。で、A ラインが分かります？非常に A ラインが、裾に向かってちょっと広がってるっていう感じの、シルエットとなっております。はい、どうっすか。まあ、これかっこいいな。これはもう普通に間違いなくかっこいいです。はい、どうすか。でまあちょっとダブルになってますね。ダブルです。ボタンは2個のダブルって感じです。だからちょっとセットアップのねジャケットと同じようなニュアンスかなと思います。で、ポイントがですね、ポケットです。今季だから結構ポケットがっていう話前回もしたと思うんですけども、はい、ポケットですね。まず大きめの、まずですね、これここにも手を入れられるんです。ちょっと今スナップボタンが中に入ってまして、パチッパチッとパチッと、ここしまえますが、これポケットかと思いきや、これがですね、さらにフラップになってます。これ実はパチッとパチッとで、この中にまたさらにちょっと大きめの、はい、
なんだろうな、これ。まあ、メモ帳くらい入るかな。下手したら iPad mini ちょっと入るかな。くらいの、ポケットがあります。だから、まあ、フラップにもポケットがついてるし、で、フラップを開ければポケットがあるしっていうような、二重のポケットっていう感じですね。で、なおかつですね、ここ、横にも手を入れられるという、なかなか面白い。右は普通にここスラッシュというかね、はい、脇に縫い目があって、ここに、はい、ポケット入れられますが、こっちは、このフラップのこの大きいポケットの脇からも、あれ？あ、それ僕の勘違いでした。これだ、脇。ここじゃない、俺フラップに手を通してた。違う。この脇にですね、もう一個ポケットありますから。だから結構ポケットがあるんですよ。はい。だいぶ、わかりますか？左ですね、左身頃に至っては、もうだいぶポケットがあるという。はい、そんな感じでございます。伝わりました。あとは両胸にポケットがあります。こっちと、こっち。はい。ですね。あ、で、左袖にもポケットあります。ここも、はい。スナップボタンでパチパチと。はい。入りますね。はい。ここは、まあ、あれだな、チョコボールくらい入るかな。キューちゃんのチョコボールくらいは入るかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで結構左の身頃の方にですね、だいぶポケットがパパパパパッと、ついてる感じです。で、袖、はい、レザーの切り替えでちょっとこうなってますね。今期ですね、このそのテディブーイですか、イギリスのロンドンのそういうムードっていうものがありますか、その袖、テディブーイが着てたようなジャケットの、テディブーイで合ってたかな、確か、はい、のまあモチーフの切り替えの、はい、ちゃんとレザーでございます。レザーでございます、ね、であと襟元がレザーという感じです。はいですね、総裏でございます。裏ポケットは、両側にあります。前上げてもいいな、前上げてもいいですね。だからこの辺が結構シュッとしてるんですよね。やっぱ肩周りはシュッとしてるんですけど、生地の分量が裾に向かって結構多くなる感じなので、これはかっこいいな、これはシンプルにストレートにかっこいいなと思います。はい、うん、はい、そんな感じで、まあ先ほど申し上げましたけど、まあ冬用の、結構防寒性が高いかなと思います。ただね、そんなに重くないです、このコート自体重くないんで、結構軽めかなっていうか、さらっとは言い過ぎですけども、そこは軽くてソフトですね、生地感も。はい、生地の話しなかったですね。はい、ちょっと起毛感がある感じの、ソフトな生地です。非常に触り心地の良いソフトな、まあ秋冬のちょっとぬくもり感があるような、まあそういうようなコートかなというふうに思います。はい、ぬくもり感、生地感ぬくもり感ありつつ、でも全体のシルエットとデザインとかは、結構ビシッとした感じの、いいっすね。あ、似合ってしまいます。はい、似合ってしまいます、すみません。はい、じゃあ次ちょっとこれボンディングの方のコート、せっかくですからね、2色着ていこうかなと思います。はい、ボンディングのコートでございます。いや、これもこれでね、こちらのものとはまた違う雰囲気で、いいでございます。はい、最初に言っておきます。こちらサイズ46で、お値段9万円かな。はい、9万円となっております。はい、9万円でございます。46、9万円。はい、どうですか。まあ、シルエット的なことで言うとちょっと大きめかな、若干ではありますけど、身幅が結構大きめかなっていう感じで、結構ボックスっていう感じのシュッシュッっていう感じのシルエットかなと思います。丈はそんな長くないかな、こちらの方が長いです、はい、まあ僕で膝丈くらいの感じかな、うん、でございます。で、まあ、基本的な構造としては、まあ、ステンカラーコートと同じかなと思います。ステンカラーコートね、構造的に、まあ、形としてはステンカラーコートと同じになるのかな、ジャンルで言うとっていう感じです。で、ポイントがですね、まあこれも3つくらいかな、
3つくらいございますと。まず1つ目、じゃあまず襟元からちょっとご紹介しようかなと。襟元にもね、ちょっとギミックがありまして、実はですね、ここにスナップボタン、襟裏に、隠しボタンダウンではないですけども、ちょっとスナップボタンあります。で、スナップボタンあって、これをですね、実はこうやって襟を立てるとですね、じゃじゃんとここにチンフラップが出てくると。で、これもですね、スナップボタンで止められてますので、あれ、パチッと取っていただいて、ここにつけると。ここにパチッとつけることができる。そうすると、まあちょっとトレンチコートじゃないですけど、そういうようなディティールっていうものが、落とし込まれてる感じですね。まあなんで、まあで、まあなんていうかな、この辺のポイントを作るっていう意味合いと、かつまあちょっとこう、首元を覆うってことで防寒っていうような意味合いも出てくるかなというふうに思います。はい。実はこんなところにこういう隠した、隠されたものがありますと。どうですか。なのでね、まあ、スナップボタンなんで、これ全部パチパチパチって感じで結構楽ですね。こうパチパチと、まあいいや、はい、まずそれ一つで、で二つ目がポケット、ポケットですね。これも今回、はい、ポケットいっぱいついてます。まず胸元、ここにここにもですよ、内側にスナップボタンつけて、よいしょよいしょ、はい。これは、あれだな、都昆布くらいは入るかなというか、まあ、ペンですかね。ペンかなとか、まあ、こういうのをこう、さって刺すとか、はい。まあ、なんでもいいです。カッターでもね。あとは、まあ、僕みたいなスターは、まあ、こう、マッキーとか入れといてね、すぐサインできるようにしといくとか、まあ、そういうことでもいいかなって思います。はい、あとは、はい、ここにもポケットあります。で、これもですね、フラップがまた大きいんですよ。で、はい、そうですね、ゲームボーイアドバンスくらいは入るかなっていうか、まあ、DS くらい入るかなと、DS、任天堂 DS くらいは入るかなと思います。で、もう一個下、ここにまたフラップの大きいポケット、これ両側についてます。こっちもです。わかります？わかります？ここにもまた大きいポケットが入っています。で、これがですね、フラップが大きすぎて、ちょっとこれかさばるなってなったら、まあ、これ、中にしまっていただきます。はい、フラップを。フラップを中にしまっていただければ、まあ、はい、普通に使えますので。まあ、なんか出してね、ペラーンと、しておいてもいいですし、なんかちょっと、ペラ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 すんなとなったら、まあ、ポケット中にしまっちゃう。いうようなこともできますから、はい、まあ、その辺は、ね、シチュエーションに合わせて、皆さんお使いいただけるかなというふうに思います。はい、これが2つ目ポケットです。で、3つ目がですね、裏地です。はい、さっきからちょっとチラチラ見えてたかもしれないんですけどね、裏地とのコントラストがいきますよ。バッ、はい、このグリーンの、ヘリンボーン、ブルーグリーンというかの裏地にはですね、パープルの、かつ、中にですね、このようにラインが、テープが、圧着のテープでですね、ちょっとラインが、表現されてるんですよ。見てください。はい、こんな感じです。わかります？そうなんですよ。だからちょっとね、こう前開けた時とか、ちょっとこう脱いだ時とか、ちらっと見えるこの、これはシルバーのテープですからね。メタリックな感じの、ちょっとキラッとする感じです。はい、これがね、結構今季ね、アイコニックなアイテムの一つじゃないかなと思います。で、かつですね、例えばですけど、袖口をちょっとめくっていただくと、まあ、裏地がちょっと見える、かつ、このテープっていうものが表に出て、ちょっとどうですか？ポイントが作れるんじゃないかなと。袖まくる。これありだなと、僕は思います。着こなしの一つとして、ちょっと袖をまくっていただいて、このメタリックのシルバーの、テープとですね、裏地を出すことによってまたちょっとポイントが作れるかなというか、はい、いいんじゃないですかね。なかなか、このコントラストもそうですけどね、色合い、色、うん、面白いなというふうに思います。なかなかユニークなですね、アイテムの一つかなというふうに思います。はい、
で、アウターなんですけどね、まあこれもこれに比べたらやっぱ、ま、真冬これ1枚でってなると、まあ、どうだろうな、地域にもよると思うんですけど、そこまでの防寒性があるかと言われればないです。はい、なので、まあ、中に着込んでいただくか、まあ、ニットとか中に着ていただければ全然問題ないとかあると思うんですけど、うん、まあ、ボンディングのコートなんで、言ったら、まあ、なんだろうな、マッキントッシュとか、ああいうゴム引きのコートみたいな、なんかああいうニュアンス、ちょっとトレンチじゃないですけど、まあ、そういうような感じかなとは思います。はい、どうですか。いや、なかなかないよね。この表地の色でさえないのに、このコントラスト、パキッとパープルで。なおかつここね。あと、脇にベンチレーションついてます。はい、ベンチレーションついてますから。はい、これも。もう失態は忘れましたけど、はい、そんな感じでございます。じゃあね、イエローの方もちょっと着てみたいと思います。はい、イエローの方です。どうでしょう。いや、これはこれですね。これはこれかなって思います。はい、どうでしょうか。黄色のヘリンボーンってだいぶ珍しくないですか。はい、でディティールとかは全部ね、先ほどご紹介した通りですが、じゃあ裏地の色を紹介しましょうと。ポン、グリーンです。グリーンに、かつこのテーピングに関して言うとブラックです。はい、ちょっとだからここが違うかなと思いますね。黄色とグリーンっていう感じ。まあこの色合いもね、両方いいですね。両方、このこれもなんか遠目に見るとね、あれ明るいベージュみたいなね、光の当たり加減とかによってはちょっと明るいベージュですかみたいな、なんですけど実はちゃいますと。これね、糸はね、黄色とグレーかな、黄色とグレーでヘリンボーンになってますね。で、なのでステッチもね、グレーですよ。で、なおかつボタンもちょっとね、ボタンの色もグレーっぽいでしょ。さっきの方はね、はい、もっと暗い黒っぽい色なんですけど、ちょっとそういうところも全体の色合いに合わせてちょっと変えてるっていう。どうですか、黄色もありかなと、捨てがたいかなというふうに思います。なのでまあちょっとグリーンの方が、まあ、色のトーンも含めてですけど、ちょっとシックな感じですね。こっちの方が、こっちの方がよりちょっとこうパッと、うん、色味的にもなんですけど明るい感じで、明るい、ちょっとな華やかな感じがするかな、こっちの方はね。なかなかない色合いの、アウターかなというふうに思います。はい、そんな感じで、アウター3枚着てみました。どれもいいと思いますので、ぜひ概要欄からチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷はございませんのでよろしくお願いします。アウターに関してはもう今回、うちに入るのはこれで全てです。はい、なので、まあ、ぜひね、この中からお選びいただいて、まあ、今期のアイコニックなものを、ピックしたつもりですので、ぜひともです。はい、そんな感じです。では、また、言い忘れました。トップ戦もぜひご覧ください。よろしくお願いします。